どうもこんにちは。舞姫大学の特別講義の時間でございます。速可塾の久保がお届けします。今回のテーマはですね、平等という概念、公平という概念。この平等と公平っていうのは似てるものではあるんですけども、ちょっと違うんですよね。で、今回テーマにしたいのは、平等と公平の違いについてはありませんので、今回について、平等と公平は一緒くたにして語らせてもらいたいと思います。まあ世の中には平等公平っていう言葉がありますけども、ここにはね、二つの概念があって、 まず一つはですね人人の人が例えば並んでるとしますよね。じゃあそこに「1人1個ですよ」って言って平平等に公平に公1人1個ずつ配る。これも平等公平のまあ一つの特徴だと思いますで私がものすごくねこれが必要じゃないかなと思う平等公平の考え方は結果平等結果公平ってやつなんですよ先ほどは人人の人に、 わけ隔てなく一人一個配るのが平等で公平だって言いましたけども、でも十人の人の中にはね、子供もいれば、力の強い人もいれば、体格の大きい人、小さい人、様々いるわけですよ。じゃあ、パンを配るとして一人に一個配る。一人に一個パンを配る。これは一見平等公平ではあるんですけども、でもね、このパン一個じゃ足りない人に対して、じゃあああなたは体格もいいし、働き者だから二個あげよう。 あなたはちょっと食欲のないようなね、コンディションだから、1個じゃなくて半分にしようかっていうふうに調整して、結果的にみんなが、あ、自分の体格とか体調に、えー、最もね、適したパンをもらえたなと、その量をもらえたなと思えば、結果公平、結果平等になるんではないかなと思うんですよ。まあこれをね、ビジネスに置き換えていくと、あんまり売り上げの上がってないね、えー、そんな会社からは税金は少ししかもらわないよと。でも、 たくさん儲かってるところから累進課税でちょっと多めに負担してもらえませんかっていう形でこういうふうなね累進課税の割合を取っていくっていうのはまあ結果平等、結果公平格差の是正っていう形に関してみると一生懸命いろんな人が働いたんだけどもその成果が多い人も少ない人も割と中央に寄っていくよね似たり寄ったりになるよねっていう形で社会の分断を減らす作用があるんですよねこれは政治の力でやるものだと思いますではですね 一人に一個分け隔てなく配るっていうふうに一番最初に申し上げましたけども消費税に関してはどうかっていうとねたくさん儲かってる人もあんまり儲かってない人も等しく10%くださいって言われてるわけなんですよねじゃあ中にはね一生懸命働いたんだけども赤字だった会社があるわけですよ赤字だった会社にも売り上げがある以上その1割をよこせっていうのがね消費税ですこれはちょっと厳しいですよねでそういうとね消費税ってのはもともとお客さんが事業者に 預けたものだからそれを払わないっていうのは着服してるんじゃないのっていうふうな考え方がありますけどもこれは全く違うんですよ消費税っていうのは別に預けた税金ではないんですよねこれは最高裁でも判決が確定していて国会でも何回もね議論されていてもう答えが出てるんですよ消費税は預かり税ではありません消費税では事業者が自分の売り上げが1000万円を超えた場合に対しては払わなくてはいけない直接税なんですよね だから事業者が払うことが決められていて、それを後々は消費者が負担することが予定されてるに過ぎないんですよ。予定されてるんですよね。これは消費税の条文にも書いてますけども、ゆくゆくは消費者が払うことが予定されてますよって書き方なんですよ。予定ってことはそうならないこともあります。それどういうことかっていうと、結果的に事業者がお客さんから集めた売上に対してね、1000万以上の全体売上いってない場合は、 それは、あなたの事業には消費税は貸しませんよ、ということなんですよ。そうなると、結果的に、お客様が、消費者が払っていたことにはならないわけですよね。うん、そういうふうな形で、お客さんは事業者にお金を預けてるわけではないんですよ。商品の対価を払ってるだけなんですよね。商品の対価を払って、それが事業者の中で、あ、これは法人税ね、これは人件費ね、これは余剰金ね、これは内部留保ね、これは設備投資ね、これは、じゃあ、 一千万円を超えた事業者だから、消費税っていう税金として払おうかねっていうふうになってるわけなんですよね。まあですんでね、レシートに、消費税何パーセント何円って書いてますけども、これは全く意味がないんですよ。ただ書いてるだけなんですよ。汚れです。こういうふうな無意味なことをさせる消費税、一体何なんでしょうかね。まあ今回は消費税がね、えー、テーマではないんで、ちょっとこの話は別にさせていただきますけども、言いたいのはね、 公平とか平等っていう、そういった概念が2種類あるってことです。一人に1個平等に公平にあげるよっていうのと、一人一人のコンディションを見て、結果的に公平になるように、あなたは子供だから、じゃあ子供料金ねと、半額ねと、あなたは大人だから、じゃあ1人前の賃金くださいねって、あの、費用負担してくださいねって形で、バスでも電車でも子供料金ってあるでしょ。あれって、不公平だ、不平等だってことにならないじゃないですか。 それはやっぱり結果公平、結果平等にするわけですよ。映画館だって子供料金がありますけども、子供料金で入ったところで子供はね、席を1個使うわけですよ。ね。だからそれがね、1、2枚の、えー、入場料を払った大人がね、お前子供不公平だと。1つの席に2人座ってから公平だみたいなことを言わないでしょうね。うん、だから、結果平等、結果公平ってものと、それから通常のね、平等公平。 一人に一個だよっていうふうに平等に配ることはごっちゃにしないように私たちはしないといけないかなと思います。どちらかというと結果平等を結果公平にするために私たちは生まれながらに持ったいろんなね能力の差ですとか地域や特質の差っていうのを乗り越えるために勉強したり稼いだり、えー、政治の力を借りたいとかするもんじゃないかなと思うんですけどね。はいということでねちょっと難しい話になりましたけども平等公平にはね 結果平等、結果公平ってものがあるんではなかろうかというふうに考えているという話でした。それではお疲れ様です。